てか今ここ座標いくつぐらいなんだろう。レッドストーン出るとこかなこれ。もうちょっと下行きますか。じゃあシロアリ燃えてるかわいそうに。この辺のあたりのちょっとね洞窟に行きたいんですよ私は。洞窟に、あこっちにまた新しいのあんな。ちょっとこっち行くか。お、つながった。よいしょと。でもこの辺に普通に敵いるからな、ちょっと注意していきたいんですけど、この辺にレッドストーンあってもおかしくないの。なんか物欲センサー反応してんな。普段俺レッドストーン全く使わないのにもかかわらずレッドストーンバカ出るのに。であれだ、ちょっとブランチマイニングして、ちょっとどうせカットだからちょっと裏でブランチマイニングしてきて、ちょっとレッドストーン見つかるまでカットをするわ。うん、よし決めた。あ、じゃあここ行ってなかったらそうしよう。あ、待って、ダイヤったダイヤったラッキー。あったあったー。アリンコ、菊池リンコ、ちょっと待って。じゃあまずはダイヤと。で全然モブ湧いてなくね、不思議なことに。設定なハードだよね。 なぜか全然湧いてないんだけど敵が。まあ、ヒーンヒーン。あ、でもさ、これあれ確かあれだ、ブロックをさ、このブロック持ち帰ればいいんだ。そう、このレッドハントトロールブロック、そうそう、これを持ち帰ればこれ壊せば赤ありが出てくる仕様になってくるんで、あ、これ持ち帰ればいいんだ別に、そこの場所をマーキングしなくても。ということでレッドストーンがあったので、あれを掘っていくと金槌だけど水を利用していく。よしこんなこともできちゃう。え、待って、これはモノ本ですか。いやだ、これはモノ本ですか。モノ本であってほしい、意外とダイヤ貴重だから。モノ本だこれはモノ本ですかね。あ、モノ本だやった、モノ本だ、来た。で、出よ、レッドストーン。あれ、レッドストーンどこだっけ。あ、ここだ。よし、掘りませう。よし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 。あるときは大量にあるんだよね、レッドストーンって。じゃあ、ホバーボート作りましょうか。ホバーボート。まあ、ホバーボート、まあ、改めて説明しますと、まあ、ワスポのまあ、なんか乗り物なんですけど、空を高速で飛ぶことができるので、まあ、それで、まあ、探索の幅が、まあ、広がるんじゃないかなという、この俺の淡い思いから作ります。はーい。ということで、困ったら俺、はーいっていう、俺、ちょっと癖を直したい。切実に。はい、できた。ホバーボート。はい、これね。で、これを使って、まあ、飛ぶと。よし、ちょっと。俺、でもこれ使うの、ちょっと久々だからな。ちょっと、使い方覚えてっかな。なんか、ぴょってやんじゃん。で、これ、ぴょってやんじゃん。で、これで、グイーンと、行くと、これ飛べてんのかな。あー、こういう感じ、こういう感じ、そう。こういう感じで、まあ、飛べると。で、これ上、上昇と下降はどうやってやるんや、はるちゃんっていう話なんですけど、これはですね、前に、障害物があったらそれを、なんか、飛び越えていくっていう感じですね。山岳バイオームとかやるとめっちゃ気持ちいいんだけどな。なんか、ないかな、その辺に山岳バイオーム。あの辺とか良さげかもしんない。で、こういう下、あ、ここいいね、ここいいね、ここいいね。こういう下から、こう、山岳に向かってこうやってグイーンっていくと、ういーって、まあ、こういう感じですよ。はい。まあ、これを使って、まあ、探索していこうというわけですな。はーい、ということで。降りるときは、これこうやって、止まってれば自然降りてくれるのかな。オッケーオッケーオッケー。やべ。あ、そうか。あ、そうか、これ。今シフトで降りたんだけどさ、これ、あれだ。落下もしないんだ。こうやってふわーってなってる。ほら。あ、最強だ、これ。ウェイ。で、こうやって回収すると。よーし、いいね。なんか米取ったんだけど、今。なんか流れで俺米を収穫したんだけど。で、そら、ちょっとまずね、あれなんだよ。この影影の実の金槌の、あれをちょっと消したいから、あ、ちょっと変なところにホバーボット出しちゃった。牛乳取ってこいよ、牛乳。そう、この悪魔の実のこの金槌の能力って、牛乳を飲めばね、解除できるんで、ちょっとそれをやっていきたいなと。じゃあ、それでは早速このホバーボートで、牛さんを探していきましょう。牛さんをね、これで、優雅に上から、頭上からこう、牛さんを探していきましょう。豚さん、あ、サトキだった。サトキで取っていく？ザッこれ無理やり折れるから。お、蜂の巣ある。下手こいたー。とりあえずこれを回収して。ふっ、よし、オッケー。今、技を身につけた。おい、これ、おい、この、名前をつけよう。ハルズビヨンドウォーターと名付けた、この技を。おい、あ、しくった。ミスった。はい、出して。よーし皆さん、これが、ハルズビヨンドウォーターです。よろしくお願いします。ということで、サトウキビを回収していきましょう。せっかくなので。ちょっと、牛さんを探そう。牛さん。やーい、牛さんやーい。ちょっと、この辺、リザードとか倒してく？いや、まあ、それはなんか後でいいや。今はとにかく、
俺なんかあの寄り道すると一回あなんかまたなんか香ばしいものがあったけど、ちょっとあれも無視して、あの俺一回寄り道するともうとことん脱線するんで俺の実況が。待って、あの赤い船ってあれじゃね、あのなんか上位の船じゃねこれ。え、てかな、え、この辺なんかめっちゃ船あるんだけど、なんでなんこれ。え、怖っ。なにこれ、この辺やば、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、なに、え、なに、え、バスターコールじゃん。なんで俺こんな牛探すの。待って、なんで壊れた。え、なんかホワボード壊れたんだけど。あ、なんかぶつかった今。え、なんか壊れた。ちょっと待って、え、レッドストーン返して、俺のレッドストーン。ちょっと待ってくれ。おい、取られた。もういや、あのじゃあこれで探索しまーす。みんな知ってる、俺ね、なんとテレポートが使えるんですよ。なんと、え、てかこっちにあれじゃん、メサあんじゃん、メサ。ここであれじゃん、スピットバグとか倒せるわ。いいね。あ、こっちにも村ある、ちょっと行ってみよう。はいはい。てか本棚とかあったら回収していこう。あの抜刀剣の妖刀化にエンチャントしなきゃいけないので。本棚ない、本棚ないのかよ。使えねえな。使えねえな、この村なさそうだよね。うん、あんまりなんかでっかいとこじゃなかった。あー、ちょっと牛、あ、いた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 、よかったよかった。なんで俺こんな牛を探すのにこんな手間取ってんだろう。ういということで牛乳をゲットしたので、これでちょっと悪魔の実の金槌をちょっと消していこうかなと思います。で、そのやり方なんですけど、あの俺のガチャガチャ PVP、 あの悪魔の実でガチャガチャ PVP するやつとか、あの見てる人はまあ分かると思うんですけど、え、待って、え、んあれあれ、あの影影の能力、え、俺今牛乳飲んだとか、あのあのですね、あの説明しますと、まず技をチェストに入れて、でそれでこの、ね、牛乳を右クリックすると、あの消えるっていう技だったんですけど、多分俺が今なんかチェストかなんかを開け損ねて、この牛乳を右クリックしたことによって消えるっていう技と、その影影の能力が、ということで影影の実でした。皆さんありがとうございました。結局何もしてねえじゃんかよ、俺影影の実で全然戦ってない。まあ、いっか、もういいや。もういいや、いいです。僕、切り替えは早いんでね、僕は。うん、切り替えが早いことで有名です、僕は。春のゲーム実況チャンネル。あれ、そうだ。あ、じゃあ、せっかく悪魔の実もなくなったことだし、せっかくなくなったことだし、ちょっとこの金ゴットであれだ、あの宝箱を開けていこう。そうしよう。で、それで新たな悪魔の実をゲットしていくとな。よし、そうしよう。じゃあ、これで影を作りませうと。え、できない。真ん中か。おい、あれ来た、鍵、キー、ケイ。で、これを、この状態で、これを右クリックすると、悪魔の実が開封できます。悪魔の実が開封できますじゃねえな、宝箱が開封できます。いきます、せーの、おい、お、出た。バネバネの実。いいね、バネバネの実、なんかちょうどいいの来たな、ちょうどいいの。ちょっとこのバネバネの実を食っていこう。いきます、食べます、せーの、おい、おー、ほう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 。ほうほうほうっつって、まあ知ってんだけど。で、このスプリングホッパーってやつが確か、ちょ、一回夜にするか。てか、ベッドないの俺。え、マジで俺まだベッド持ってなかったっけ。羊毛3個あるわ。ちょっとこれでベッド作って、一度、朝にしよう。かわいそうな剣たち。はい、おはようございます。ということで、じゃあ、バレバレの実をちょっと能力をね、試していこうかなと。何痛い。甘い、うわぁ、お前、まだいたんか、お前。飽きないわね。てか、あれじゃん、これさ、あ、金槌、あ、え、あのさ、ああいう上空にいる敵をさ、あの、このスプリングホッパーっていう、ちょっと武器はですね、ちょっと遠くにテレポートして、あの、このスプリングホッパーっていう能力はですね、これ、届くんかい。このスプリングホッパーっていう能力は、この右クリックするには、右クリックすると、このように、ビョイーンって飛ぶことができるんですよ。で、さらにこのクイーンのこのブーツも相まって、めちゃくちゃいい。おしつけえな、この、あいつ倒すわ、もう今倒すわ、もう。俺もう、カッチーン来ちゃったから、俺もう、あいつ倒すわ。おっそ、ちょっと待って。どうにかして、ホバーボートとか使わない無理かな、これ。くっそ、届かねえ。届かねえし、ノックバックが強い。ああ、もう耐久力、耐久力、防具の耐久力が。ちょ、待ってくれ。もう、それやめてくれ、それ。おー、届け。俺の、ダメだ、これ、勝てる気がしねえ。勝てる気がしねえ、あいつに。おお、蜂が来た。お前、ちょっと、ガチャチケット行こうぜ、お前。ああ、なんか、お前か、お前。あいつがとどめさした。でも、この場合は、やっつけたってことでいいのかな。あ、やべ、あ、もう、あ、動けねえ。あ、動けない。あー、動けねえや、もう。待って、ちょっと待って、ちょっとあいつは、今んとこ無理だ。ちょ、本当に早い。あの、早急にあれだよ。あの、ガチャで、遠距離武器を手に入れないとダメだ。ということで、バネバネの実でした。
ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。